こんにちはこれネズミなのかクマなのかようわからんわまあこんなことを言ってる中で実はね今日話したいことっていうのはグーグルがベータで6秒から15秒の CM を作るサイトがあるんですよ YouTube でねこれね申請しないと入れないんですでたまたま私見つけてしまったんですよ YouTube の広告のところで探してたらと思ったら誰かがねシェアしてたんですよ。これよく見たらグーグルでシェアするしかないんですけれどまあそんなところで何がすごいかといったらテンプレートがあって自分のロゴを入れて写真入れてでテロップ入れてはい終了ただねここにはね先ほど言ったように申請が必要なんですよね。 アドワーズの広告の番号が必要なんですよ。アドの Google アズのね、広告のその番号が必要なんです。これを有効にしておかないと使えないっていうことなんですよ。で今日もね、今ね、ここでやってみてみるんですけどね、本当にね、Google のこの広告のフォーマットがあって、ここに ロゴを入れてください。ここに何々入れてください。で、ここには、えっ、ー、と、15文字とか20文字の、えっ、ー、と、テロップ、あの、歌い文句ですよ。で、こっちは30文字までですよ。とかね、そういう見え、見えやすい、見やすい、えー、広告の作るフォーマットを提供してるんですよ。で、ただね、まだベータであるから、あの、機能はすごい限定されてます。昔さ、 iPhone とかで YouTube 広告を作るなんかアプリがあったんですけど先ほどから私探してるんですけどねね、まあ、これね削除しちゃったからねないんですけれどこれ廃止されたアプリなんですがこれがね iPhone で最近あの過去の買ったアプリとかさ見えなくなっちゃったじゃないのすごくあの探しづらくなったので,で今見つからないんですけれどこういうのが簡単にこれができるようになってでこれがねまた Google さん復活したんですよ。ね これ私のもう一つの本当の「や、えー、いわい湘南のドットコム」の方に書いておきますでまあそこをたどっていただければ、えー、いいのかなとまあね本当に申請するのにね私先週木曜日やってあの最大5日間かかるって言ったんですよ5日、えー、あの平日って言ったけど今日来たからあ昨日か。 だから、2日、二日ぐらいでね、申請が通ったんですよ。まあ、そんなのなのであの、皆さんもご検討されるといいですよ。まあ、今日の話はね、こんなところでございます。ご清聴ありがとうございました。ああちなみに、Google ビデオビルダーってやつですね。ビデオビルダー。そう。ビデオビルダー。あの、書いてありますんで、うん。あの、紹介します、後で。では、ありがとうございました。